こんにちは、ホワイトサルだよ。こんにちは、メイレイひまりです。今日は簡単にサッカーさせられてるって聞いたから国立に行ってきたよ。ってことで国立競技場に着いたよ。簡単にサッカーする必要ないでしょ。もうすぐアジアカップが控えてるからしょうがないね。てかカタールで開催されるんでしょ。それだったらタイで試合してカタール入りすれば寒暖差も少なくていいでしょ。寒いところから暑いところに行くとかサウナ水風呂の温冷浴と変わらないね。ダメだこりゃ。今回は2階席から観戦するよ。中の人は新しくなった国立に行くのが3回目ね。初回は2021年の天皇杯決勝で大分側の3階席、2回目は甲府の ACL 観戦でバックスタンドから観戦したよ。それにしても元旦でたくさんの人が来たわね。この試合には6万1000人以上の観客が来たよ。元旦休みだから予定のない人が多いし集客力抜群だね。選手たちが来たよ。で、さっきの花見、今日は伊藤亮太郎選手、奥貫選手、三浦選手に注目するよ。ほんとしょうがないわね。 J2 育ちで代表選出されたから小市も見る目があると思うよ。小市、伊藤亮太郎選手は囲まれても視野が広いからいろんなところにパスを出せるし、奥貫選手は緩急をつけたドリブルで相手をいなし、三浦選手は相手を抜き去ってからも正確なクロスを上げられるよ。そうやって J2 オタクぶってるのね。だってここの投稿者は大分サポだよ。それじゃキックオフだよ。いくらなんでもガバガバすぎない。前半は塩試合だったからカットするね。せめて試合内容に触れてよ。前半はダブル伊藤が目立ってたね。伊藤純也選手は上体フェイントや緩急をつけたドリブルで見せ場を作って、伊藤亮太郎選手はシュートチャンスもあったけど決めきれなかったね。前半はお互いに牽制し合ってた場面があったわね。特にキーパーの鈴木選手のスローイングやガス回しからのカウンター攻撃は見てて面白かったわ。それじゃ後半に移るね。後半6分に堂安選手が右にサイドチェンジをし、伊藤純也選手のパスが相手に当たり、フリーで受け取った田中選手が冷静に決めて先制。サイドチェンジからの崩しは大好き。後半27分には右サイドでパスをこねくり回し、中村選手が佐野選手へパスを出し、さらにマイナスのボールを南野選手がシュートを打つもキーパーに防がれ、しかしこぼれ球に中村選手が反応して追加点を決めます。日本サッカーの伝統芸能であるこねくりパス回しが成功したよ。後半29分に左のコーナーキックからのボールがタイの選手に当たり3点目をゲット。最初はコーナーキックから直接入れたのかと思った。後半37分に右で菅原選手が拾い、堂安選手とのワンツーからの突破、そして菅原選手のクロスから川村選手がヘディングシュート。一度防がれるもボールに詰めて4点目をゲット。ワンツーの崩しは教科書通りだね。ここはよくテストに出てくるから覚えておいてね。後半46分にパスが相手に当たり走り込んできた南野選手がアウトサイドキックで5点目。南野選手が決める前にドフリーで外したけど、こういうトリッキーなのを決めるのが彼らしいね。日本が大勝したよ。日本は前後半で違うチームになっていたわね。後半から主力を投入してから流動的になったね。後半はピッチ上で意思疎通ができる選手たちが揃ったからこその結果ね。確かに前半は代表出場が少ない選手がメインだったから、パスが噛み合わず個人技で打開しようともがいていた印象だね。一方でタイ代表は守備戦術がしたたかだったわ。特に日本の選手がボールを持った瞬間、タイの選手は素早い寄せで日本の攻撃を遅らせていたわ。前半はタイのインターセプトやプレスの網がうまかったね。攻撃においてもキーパーを起点にサイドに張った選手にバランスよくボールを配球してたね。タイのサッカーはポゼッションサッカーと見せかけて、日本のプレスを剥がしながら長短のパスを前線に攻め込んでいったのは印象的ね。タイ代表がなんでワールドカップ予選で苦戦しているのかわからないぐらい日本に対して研究して自分たちのサッカーをしていたね。それじゃ帰るね。このチャンネルの投稿者は大分トリニータのサポーターだから、今年の J リーグが開幕したらトリニータの観戦記を投稿します。普段はズンダモンと四国メタンがその観戦記に登場してるんだ。オフシーズンは私たちがその穴埋めをしてるんだけどね。でも私たちが登場している前作の観戦記は評判が良かったから、せめて代表戦の観戦記だけでも登場できればいいんだけどね。次回作は未定ですが、おそらく大分トリニータの観戦記が投稿されると思います。その時はコミュニティで告知するから首を長くして待っててね。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。またね。